瓦礫の撤去も終わり、もう更地に。ここにあの昭和感があったことが信じられない。ここから上映できるかと思ってるのか。あなたのホームミートの絵を撮るときに金城さんに出演してもらったんですけど、その時すごい元気だったんですよね。4月9日に金城館長が亡くなって、それからそのままも閉館、ご遺族の方はこのまま取り壊ししようかなっていう話をしています。私の代で閉まってしまうっていうことに申し訳なさも感じながらも、まあ、最後に立ち会えるっていう。ティアトル梅田が閉館した後、私は日本各地のミニシアターを回る旅に出た。映画館は残したいと、島に映画がない、ドーナツ屋さんと思わせて入ったら映画館、うん、やっぱし映画が好きだったんでしょうね。どうしても映画をやめきらなかった。人々の思考好みって細分化されたじゃないですか、うんうん、映画館ならではの感動を。 YouTube とかいろいろありますけど、暗闇の中で一つの価値を、若い人たちにこんな優れた映画あるんだよっていうことをやっぱ伝えていく。ミニシアターっていうのはこの日本国民にとっても大事なものですよ。映画館のない街なんかには住みたくないと。良さが実感できないとその文化っていうのは衰退してしまう。今は僕らが管理はしてるけど、街のものだ、街の宝だ。こう見ず知らずの人と触れ合うできる場所、見られることでその映画が初めて完成する。実製作の映画とか見るようになってから、あ、こういう世界もあるんだ。その映画館の中でしか分かんなかったんじゃないかな。出会う場としてはすごい面白い場所だなと思うから、シネコンじゃないけどそういったことをやってくれる映画館として、だザもあれば映画館ってすぐ気づいたかもしれない。モダルみたいにわけわかんない映画館かかっちゃったら、うん、あらって言ってもここまで来たんだから我慢してみようっていうのがあるんですよ。